にちは。ライター貸してくださいのナンパテンプレートはもう古い。どうも YouTuber 浜口です。本日の企画は某 SNS でバズったナンパ術を僕が実際にやって成功するのか検証していきたいと思います。では行ってみます。さあ始まりました浜口のナンパ検証。このナンパ術は片言で日本人に話しかけ、プリントに書いてある日本語、あなたの今一番欲しいものは何ですかをターゲットに言わせ、流暢な日本語であなたの LINE ID ですと返答し ID を聞き出すという荒技です。さあ浜口、順調に声をかけていきます。おっと、これはややパールのようにも思いましたが、強引にナンパに移行していきます。さあこれは成功するのか。さあここは決めたいところ。あなたのような親切なお姉さんの LINE ID は、はいの一言で断られます。衣装はつなぎなのに相変わらず女性との関係はつながりません。さあ浜口、自信を取り直し次々と声をかけていきます。やや騒がしいこの局面で浜口見せることができるのか。このさあここは決めたいところ。あなたのような親切なお姉さんの LINE ID は。大丈夫です、間に合っています。鏡を見てから出直してこい。そんな風にも取れる一言が返ってきます。これは浜口、本日初めての静かなところで声をかけます。これは絶好のチャンス。浜口、最後の一言を流暢に決められるか。おっと浜口、これは逆鱗に触れてしまった。皮肉にも怒られている現状とは裏腹に自慢の金髪が優雅に揺れています。ここでまた重い一言、これは浜口 HP0 です。残念。